はい、こんにちは、こうです。今日もおしゃべりしていきましょう。今日はね、ちょっと僕は、残念な気持ちで今いっぱいです。まあその前にね、いつも通り、乾杯。今日はね、前回に続きね、今日もウィルキンソンの炭酸。これうまいね。噛んで飲むとなんかめっちゃ美味しいんだよね。乾杯。ああ、うまい。さて、今日はね、今撮影してるのが3月3日の夜なんですけど、で、この動画を上げてるのが3月4日なんですけど、今日時点でこんなニュースが出てますね。東京とか、首都圏の緊急事態宣言を2週間近く延長かっていうね。いや、もうこれ2週間延長したら本当にシャレにならないよね。なんか本当何考えてるんだろうっていうふうに今思ってすごい僕は残念な気持ちです。まあ僕は今福岡に住んでるからまだいいんだけど、でもやっぱりさ、東京ってやっぱ日本の人口の1割が住んでて、1都3県、今回の緊急事態宣言が出てるエリアでね、日本の全体の3割ぐらいがいるところだからさ、やっぱり大きいわけね。そこで決めた政策っていうのは非常にね、全国に影響を与えるわけで、これ2週間延長って本当何考えてるのかなって言ってね、すごい僕は残念な気持ちというか、怒ってるというか、もう呆れてるというかね、そういう気持ちでいっぱいです。本当にこのままいったら日本がね、本当に潰されるなっていうのを本当に思います。結局さ、なんで2週間の延長するかって言ったら、まあ知事の要請っていうのが一番大きい。1都3県の知事がそういう風に要請してると。で、その理由っていうのが、病床が逼迫していることが原因と。でもさ、これは違うよね。なんで病床、1日今さ、だって多くて300人とかじゃん。で、しかもそのほとんどがさ、高齢者とかの高齢者施設から出てるようなのが現状なわけで、それがで病床が逼迫してるのってすごい思っちゃうんだよね。ね、だって、まあ、感染者は別にどっちでもいいんだけど、重症者数も今東京都で50名ちょっとっていう風なニュースも見て、この前まで重症者数ってさ、もうなんか3倍も4倍もいたイメージじゃん。それが50名でどうやって病床が逼迫するのってすごい思っちゃうんだよね。病床が本当に逼迫してるんだったら、それはさ、病床を増やしてないさ、医療従事者たちの責任じゃないの、それはってすごい思ってて、そのためにさ、まあ飲食店はまあ給付金もらってるからあれなのかもしれないけどさ、飲食店以外にもさ、いろんなところね、観光業だったりホテルだったりとか、いろんなところが全部影響出てるわけじゃん。それは絶対おかしいよね。結局なんとなく延長しますって言ってるのと一緒のような感じがするんだよね。これは本当におかしいよね。結局緊急事態宣言っていうのは、始める時もなあなあで始めて、終わらすのもなあなあで、何の基準もないんだっていうのがね、すごい残念な気持ちです。まあわかんないよ。それはもう官僚とかそっちの方のいろんな意見を総合的に見たら、もう僕らにはね、で、入ってこないような情報っていうのがあって、そういった情報をひっくるめてみたら、2週間延長しようっていうのがベストな選択なのかもしれないけど、それだったらそれをちゃんと言ってほしいよね。なんか結局、全部がなーなーになって、なんとなく不安だから、延長しますみたいになってるのがすごい嫌で、これは本当に怒らなきゃいけないことなんじゃないのかなと思うんだよね。何がしたいのっていうのがすごい率直な感想、まあでもね、これを機にね、本当考えなきゃいけないのは、やっぱり若者が選挙に行くっていうことを本当に考えなきゃいけないんだと思う。若者っていうのは、まあ40歳ぐらいまで、40代までっていうのが本当に、結局なんで今小池さんとか国がそういう風な方向に行ってるかっていうと、結局有権者の意見っていうのが高齢者、有権者のほとんどが高齢者っていうのが実情なんだよ。多分60代以上70代でもう先が見えてる、仕事はそんなしなくていい人たち、そういう人たちが有権者でほとんどだから、結局若者向けの施策が何も打てないっていう風な状況になってると思うんだよね。だってまあそれ年寄りはいいじゃん、もうね、年寄りは言うよね。かかったら自分の方がリスクがあるわけだからさ。結局コロナなんて、結局若い人はほとんど死んでないわけで、もう年金とかもらってる身分の人は別にもうほっといたっていいわけじゃん。もう仕事もないしっていう人はさ、別にそれは特にすることもないんだから家にいたらいいわけで。けどさ、若い人たちって違うじゃん。それこそ10代、20代なんていうのは人生で一番楽しい時なわけだし、一番輝く時なわけだしさ、30代、40代って言ったらやっぱり生きていく、家族食わしていく。で、結構、まあ僕は独身だからまだいいよ。でも家族とかいたら本当働いてさ、仕事してっていう時間、時じゃん、それは。それをね、こう潰すっていうのは本当に良くないよね。まあだから結局まあ30代、40代、僕らの世代っていうのが選挙に行ってないからこういうことになってるっていうのは、
まあ、僕らの責任として受け止めなきゃいけないけど、ただ高齢者もさ、未来のことを、本当に子供のこととか未来の世代のことを考えるのであれば、コロナが怖い怖いなんか言わずに、若者の未来を考える施策っていうのを打たなきゃ、考えなきゃいけないよね。結局やっぱり年寄りは年寄りで自分たちが可愛いんだなってすごい思っちゃいます。久々にちょっとこう怒りがふつふつと湧いたようなニュースでした。僕は3月7日で解除すると思ってたからね。いや本当におかしいよね、世の中本当何を考えてるのやらっていうのすごい僕はもうこの日本に対して暗い気持ちになりました。ここで菅さんもねバシッと言ったらよかったんだけどね、国としては緊急事態宣言を解除しますと、あとは知事が勝手にやってくださいって、もうそれで言ってね、知事の責任にしちゃえばよかったのにね。それだったら菅さんも支持したけど、菅さんも一緒になってそういうこと言うんだったら本当にもう未来が暗いなと思ってね。まあね、国会議員を選ぶのはね、選んだのは私たちですから、有権者ですから、それはもうしょうがない、選挙に行ってなかった僕らが悪いという、もうそういう答えにしかならないけどさ、年寄りも年寄りでもうちょっとね、未来の若者のことを考えてほしいなと思ってね。これで消費税上げたりしたらまた怒るんでしょ、未来の子供たちにどうのこうのとかっていう理由をつけて。それだったら緊急事態宣言を最初から解除しとけって話やから、まあまあまあ本当に支離滅裂なというか、なんかがっかりするようなニュースでしたね。逆に緊急事態宣言を延長してほしいっていう人はどういう人なんだろうっていう、まあ飲食店はね、まあ、補助金とかもらえてるんだったら延長してほしいのかもしれないけどさ、それ以外のところっていうのは別にもう延長したくていいんじゃないのっていうのがほとんどだと僕は思うけどね。僕の周りの話と聞いてもそういうふうに思うけど、いやーちょっと世の中やっぱ本当に日本っていうのがね、あ本当にバカなんだなっていうのをねちょっとすごい思っちゃいました。口は悪いけどね。まあ皆さんはどう思うでしょうか。乾杯。まあね、結局若者が住みやすい未来っていうのを作るためにも、まあね、今回のコロナっていうのがいい教訓になると思います。もう本当にちょっとね、本当考えていかなきゃいけないなっていうふうに思ったんで、まあ今回のねこの、まあ、緊急事態宣言が仮に延長されたら、この日本の未来っていうのをもう諦めるか考え、本当にね選挙行ってとか、本当そういうね何か行動に移さなきゃいけないなっていうのをすごい思うんで、考えるポイントになってきるんじゃないでしょうかね。まあなんかねちょっと久しぶりにニュース見てさ、ちょっとイライラしちゃったっていうか、そういう感じだからね、ちょっと支離滅裂なところもあったかもしれないけど、ざっと今日僕の思ったことをちょっと話させてもらいました。今回ね、僕のこの話に共感してくれたらね、チャンネル登録や高評価、コメントお願いします。コメント欄とかにね、自分は緊急事態宣言を延長した方がいいと思ってるような人がいるんだったら、ぜひコメント欄で教えてほしい。それは僕が。理由っていうのを僕もね知りたいから、あくまでこれは僕の個人の意見にしか過ぎないから、いやほんとまあいろんな意見はあると思うけどね、ぜひそういう意見があれば教えてください。まあ、それではね皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。